皆さんこんにちは。ピアノ教室ドルチェの大宮咲子です。今日はみんながよく知っている曲、ブルグミュラーの乗馬を取り上げてみたいと思います。この曲はいろんな要素がいっぱい詰まっていて、とてもやりがいのある曲です。曲も軽やかで楽しい曲ですね。よくコンクールなどの課題曲にもなります。今日はあえて後半からやってみたいと思います。どうして後半からかと言いますと、後半がとても難しいところがいっぱいあるからです。まずはコーダからやってみましょう。33小節目ですね。33小節目のここの人がとても多いですね、みたいになってしまいます。蓋の上でちょっとやってみましょう。ピアノの蓋っていうのは木でできていますから、力が抜けてポーンと叩くととてもいい音がします。蓋の上でこうならないように、できるようにちょっと蓋の上で試してみましょう。その後とピアノでやってみるといいと思います。37小節目の3連符のところ、33小節目の変奏のところですね。そこもってなる場合がとても多いですけれども、3連符なかなか難しいですね。まずこの3連符のリズム感を蓋の上で掴んでからとやってみるとよろしいかと思います。そして35小節目の、ここの部分ですね、意外に皆さんっていう風になりがちですけれども、この前段音が難しいですね。前段音を抜いてやってみるといいと思います。レガドに行きたがっている、っていう風に音が動いているっていうことを意識すると柔らかく軽く弾けると思います。そこからここの譜点が休符になったリズムですけど、軽やかに弾けるといいですね。でその後の36小節目のこうなりやすいんですけども、音の上がり下がりを少しで弾けると素敵ですね。じゃあもう一度33小節目から通して弾いてみます。でいよいよ40小節目から難しいところですね。ここはやっぱりとかリズム練習をやってみるとか、基礎練習をしっかりやってください。であとこのここのところがあの2345の345の音がいい加減になりやすいんですけれども、345のところをきれいに弾こうと意識して弾
かれると良いと思います。こんな感じですね。で、あと、44小節目の。ここは、ラが半音下がって、ラのフラットに。これが綺麗ですよね。これを、それでは次回は全般についてお話ししたいと思います。動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。今日の動画を見て良かった、参考になったと思っていただけましたら、いいねボタンを押してください。また気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄には、私のツイッター、ブログ、LINE 公式アカウント、ホームページの URL が書いてあります。ツイッターには、日々のレッスンのつぶやきが書いてありますので、ご覧いただけると嬉しいです。